だからあるのにないものがあるんですよ。ああ、わかるね。私の体験ではね、ほとんどやらないんですよ、みんな。やらない。何を？あの、やると、まあ、こうしたらね、はい、まあ、あなたはこういう個性で、はい、まあ、アドバイスしても、はい、もうほとんどやらない。はあ。で、私はね、あ、そういうふうにやらないようにプログラムされてるんだなと思うだけや。その人がやる気はないとか、人格がどうやとか、まあ、思えへん。はい、脳にプログラムされたとおりに人生営やなと、はい、10年先も同じやなとこう思うだけのこと。そうですよね。自分で本当に変えたいと思ったら、うん、情報はそうやってあるんやから、うん、拾いたいと思ったら何分でも拾えるはずですよね、うん、例えばそのなんかその多分この現代人の8割ぐらいはお金ないって言って困ってると思うんですけど、うんうん、僕もやっとお金ちょっと稼ぐようなんて、うん、先生と出会った時にはやっぱ3年は厳しいでって、うん、ね、うん、こう言われたんですけど、やっぱそっからだんだん3年後ぐらいからちょっとずつ上がってきて、今ずっと上がってるんですけど、これもこっちから見たら答えはいっぱい転がってるやんと、うん、いっぱいあるしね、はい、でまだないというね、また概念が違うんで人によって、ほう、ね、何かをやってほんまにないというのは飯代までなくなるんですよ。はあ、はあはあ、はあ、ね、普通はそういう体験ないから、みんなやらない人は、はい、ね、はい、だからあるのにないというのがですよ、うん、あー、わかるね、あるやないかと、立派な家に住んでんのにお金ないみたいな、そう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 、それを売ればいいやんとかね、そう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 、そういうね、はい、だからないという概念も違うね、また人によって。なるほどそうか、じゃあもうその今の日本人って先進国でこれほど恵まれてるのに、幸福度が先進国で、まあ、1番か2番目ぐらいに低いと、低い、幸せやんと思うのに、うん、そのあるのにないと思ってるんですね、あるものが見えてない、そうそう、はあ、だから、はい、まあものすごい本当に高くすればね、はい、幸せな状況なんですよ。はあ、うん、ところがまあ、うん、善とかね、はい、そういうのはとにかくね、人と比較することから苦しみが始まると、はあ、一切人と比較するなと、はい、自分に見つめて、うん、自分をもっとね磨いていけと、うん、はい、こういうさ、だからみんな普通能力磨くじゃあいつに負けたくないからもっと頑張ろうとかね、はい、そういう能力、とにかく能力すらね歪んでやっとるわけです。はあ、はあ、頭が柔らかなってきた僕はこんな感じでずっと当時はあはあはあっていう気づきがいろいろあって、自分の頭の硬さ、ある角度しか物事を見てないってことに先生から気づかせていただいて、うん、その数が増えてきたらいつの間にやら見える世界が広くなってたような気がするんですよね。で今のお話を伺ってても、そのやっぱお金がないっていうのもあるやん、うん、そのあるものを上手に使ったらもっといけんのにっていう人脈も、うん、そのね、あるのにないとないとってなったりしますよね。そういうことですね。あ、みんな同じなんですよ、はあはあはあ、いかにどう使うかね、これを使うというね、はい、うん、そういうことはまあできないんですよ。はあ、はあ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 、よくね、まあ、今のお金と一緒ですけどね、うん、まあ、私はもうできませんと、うん、無理ですという人は割といるんですよ。はい、ならね、質問するんですよ。じゃあどこまでやりましたか、言ったらね、いや何もやってない、ね、やらんとできた人なんか誰もおれへんと、はいはいはい、みんなね、みんなね、やらんでできないと言ってるんですよ。はいはい、でお金がなければ、うん、ね、儲けたらええんですよ、うん、単純なことですよ、はい、うん、そしたら儲けるためにはどうすればいいかっていうのは、いろんな工夫がそこから生み出されるんですよ。そうですよね、うん、それを選んだね、はい、ない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 言ってるわけですよ。はあ、そうか、自分の発想の中で今ないけど、例えばちょっと僕の話させてもらうと、うん、僕の友人で、うん、その整体師カイロプラクターの人がいるんですけど、うん、この人は20代の若い時期にカイロプラクティックを習って、うん、一軒一軒ピンポン押して、うん、ちょっと僕こういうの習ってるんですけど体痛くありませんかって言って回ったらしいんですよ、うんうんうん、でそれがきっかけで、うんうん、出張で月に200人ぐらい見るようになったの、うんうん、で今もまあうまくいってはるんですけど、うんうん、なんかそういう固定観念がなく、うんうん、そんなしたらあかんのじゃないかとか、うんうんうん、っていうのもなく、うん、やってはるような人がやっぱうまくいってたんですよ、うんうんうん、みんなやっぱり今見てるところで無理やと、そう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 、それが思い込みとかね、はい、固定観念なんですよ、はいはいはい、うん、それをまたね話は戻るけども、うん、その固定観念外すのが瞑想なんですよ、はい、うん、
だからあらゆる話がそこに戻るんですよ。はあ、うん、僕先生から学んで一番最初に大事にしたのがそこやったんですよ、うんうん、固定観念とか先入観とか常識とか、うん、なんかそういうものがあると、うん、もうそのプログラム、脳のプログラムがもうそれやから、うん、その習慣になる、うん、その固定観念とかが外れるような気づきをいくつか与えていただいたことがなんか見る世界が広がったのかなと、うん、だから普通の整体師なんですけどなんか一般的な整体師の働き方とは多分だいぶ違うと思うんですね。で今の先生からいただいた話をですね、ぜひ参考にして固定観念を外して、うん、そうですね、ね、能力を開発してもらえたらなと思います、うん、まあ最後にね、はい、誰でも能力あるんですよ、はい、ね、まずあると思うことから出発しないと、自分はありませんという人が多いんで、うん、あると、うんうん、それが大事なんですよ。はあ、はあはあははあ、なんかそれってね、あのよく なんていうんですかね、あの根拠のない自信を持てみたいな、うん、これってね、いやもまた持てませんって言うと思うんですよ、うん、あの根拠のない自信ってね、はい、これ変な逆説的なことになるけどね、はい、そういうその無知な人をね、はい、ほど自信持っちゃうんですわ。はい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 、できひんというか、まあ普通で一般的なことを言うと能力がない人ほどね、うん、自信持っとるんですわ。はははは、うん、仕事でもなんかよく言う人ほど本当は何もないと、何もないんですよ。はははそれはそのね、はい、本人が錯覚してるんですよ、あなたって何なんそれも一つの思い込みなんですよ。はいはい、思い込みなんです。はいはい、よく言うでしょ、自分の尺度で人を測るなというのはね、うん、はい、自分の尺度でみんな測るから、はい、うん、だからこの人大したことないわとか、ね、うんうんうん、そういうふうにね、うん、判断してます、まあ、そういう言い方してたらね、うん、人からは学べないんですよ。はあ、はあははあ、そんなもん自分より偉い人、知恵のある人はね、マンといるから世の中に。そうですね、はい、子供からでも教わることはできるからね、はい、部分だけはね、はい、だそういうやっぱりこう謙虚な気持ちでないとね。そうですね、うん、けどそれとも一方で のそういう謙虚な人、自己肯定感がじゃあちょっと低め、私なんかができるんかなみたいな人でも、けど自分には能力があるんだっていうことを思うところからなんですね、うん、そのね、ネガティブな人がポジティブを思うためには、はい、簡単に思えないんですよ、はい、それには訓練がいるとやっぱり、あ、ポジティブにせえとか、はい、プラス思考せえとかいくら言ってもダメなんですよ、うん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 、そこには訓練、体験がいるんですよ。ああ、そっか、うん、体験が、それが瞑想なんですよ。はあ、自動的にポジティブになるようになってるんですよ。生きていくためにはね、はい、そういう体が動くんですよ、はい、うんうん、結局ネガティブな人は容認しすぎなんですよ。でも怒りもせんことをね、うんうんうん、ちょっとそのことちゃうかとかね、うん、容認して、まあ、石橋を叩いて、ね、うん、橋渡らずみたいなもんですよ。それも自分の能力がないんじゃないかっていうふうにずっとなんか、いや別にね、能力がないとも思ってないんですよ。あ、はあはあはあ、ないとも思ってない。物事をマイナスに解釈してしまうんですよ。はあ、はあ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 、ね、はい、だから癖ですよね、心の。はあ、はあ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 、できるのに、まあ人から見てね、はい、やはこの人できるなと思ってもね、うん、本人はやらない、はい、ね、できるのに、はい、ね、それはネガティブが、はい、あのそう指すんですよ、 やらなく指すんです、はい、それがネガティブなんですよ。だから能力のない人が願ってるわけじゃない、能力のある人でもね、はい、ネガティブな人いるんですよ。そうですね、うん、そういうネガティブな人たちはまたその習慣も変えていくと、自分で能力があるとまた思えるようになると、うんうんうん、なるんですよ。はあ、ははあ、それは癖やから、心の、それも習慣ですわ。どっかでネガティブな習慣が身についてしまったんですよ。はい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 、これけどね、あの僕は今なんかやっと理解できたんですけど、これ本当はあるんですよ。こそしか言われへんけど、まあ、それを信じてまた先生 の、まあ、ホームページなり、うん、そのメルマガなり、うん、そういうところでもう情報発信されてるんで、うん、ぜひ登録してですね、その考えに触れてみてもらえたらなと思います。はい、はい、じゃあ先生ありがとうございました。